前ら知ってるか、あと数年でパラディ島に攻撃を仕掛けるってさ。俺たち7人の中から一挙に6人だ。私たちは見捨てられたんだ。だから壁に囲まれた収容所に住んでいるんだよ。私たちには悪魔の血が流れているからね。マーレ人に生まれていればなさなければならないことは何があってもなさなければならない。そのために俺たちは全力を尽くすんだ。いいな、兄。故郷に帰れるかもしれないんです。俺は帰れなくなった故郷に帰る。集めた情報を持ってマーレに帰ろう。どんな情報でも歓迎してくれるよ。本当にそう思っているのか。この5年の成果を持ち帰ればマーレは失望するだろう。じゃあ何？どうしろっての？ウォールローゼを破壊する。あんたらの友達は大勢死ぬね。ごめん、ごめんね。何度も言ってるだろう、奴らは友達じゃない、悪魔だ。だが信頼を得るのは損じゃない。エレン・イエーガーなんだっけ。ああ、ありがとう。むしろ孤立するお前の態度の方があからさまで。吐きそう。女型の巨人と思わしき人物を見つけた。その女型の巨人と思わしき女性。アリー、エルトルト、生き延びて帰るぞ。ああ、帰ろう。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの。アリミ、一体何ができて子供だったお前に。もうひでえよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。俺たちは明日、壁を。俺たちはガキで一つ知らなかったんだ。お前らは今まで何考えてたんだ。誰が人なんか殺したいと思うんだ。なんでだよ。アリ、帰ってくれって。また気が変わったのか。戦士として最後まで責任を果たすことだ。それでこそ戦士だ、アリ。使命のためには誰かの血でこの手を染めなきゃならない。殺されても当然のことをした。ごめんなさい。マーレは兵士の戦士でもねえ、ただの人殺しだ。んなことを分かってんだよ。お前にわざわざ教えてもらわなくてもな。誰か、悪くない。全部仕方なかった。こんなことをしたいと思うんだよ。で、世界はこんなにも、こんな奴らがいるなんて知らずにいれば残酷じゃないか。俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。ダメだ。待って、このまま任務を続行するんだ。これが俺たちが故郷に帰る唯一の手段だ。帰ろう。